はい、お疲れ様です。ウェイズファクトリーのアンドロイドの動画のお時間にお付き合いいただきます。今日もしょうもない伸び動画にお付き合いいただきます。Pさんでーす。はい、お疲れ様です。あ、しょうもない。しょうもない。なんかね、あ、そうなんだよ、Pさん。はい。神さんに言われちゃった。この間テンション低いやつがあってさ、はい、今日もしょうもない伸び動画にお付き合いいただきますって言ったら、神さんがさ、あれ違くない?って言うわけよ。しょうもないじゃないでしょ、しょうもないでしょって言うわけ。いや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 、待って、本家にダメ出しするんだと、俺が言えば全て本物だろうと。なんでお前そんな、お前にテンション言われなきゃいけない。イントネーション、それは俺が言うのは全て本物であるという話をちょっとさせていただきました。はい、まあそんな話はどうでもいいんですよ。で今日は、はい、Pさん、はい、この一本どんなお話をしようかというとですね、はい、最近どうでしょう、僕もね、お仲間さんにこう手助けをお願いしてみたいなこととか、いよいよこうステッカーをね、販売し始めたり、物販とかに乗り出してきて、おお、いよいよ本性表してきやがったな、この詐欺師野郎が、なんて思いの方も低評価入れてらっしゃる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。そういった方々にね、きちんとお話しさせていただくべく、本日は暴露させていただきます。ワイズファクトリーの野望、ここ包み隠さず、すべて僕は今後どこへ行きたいのか、はい、ね、でこのワイズファクトリーの船長は一体どこに行きたくて、お仲間さんとね、うちのこう、まあ、P さん、あ、 P さんじゃねえ、チョッパーとね、あ、チョッパーじゃねえ、またそれ言うとほらまた身内がもううるさい、みんなとどこへ行きたいのか、そういうお話をねさせていただきたいと思っておりますよ、はい、スイッチオン、ブイーン、ティーン、はい、はい、これね、ちょっとまあご説明させていただきますよ。僕が行きたいところ、目指しているところ、野望、まず安定した経営ね、ここ大事です。ここで、かっこ週一度のお休みが欲しい、週一度お休み取れる身分になりたいということでございますね。これが週一度、あともう一つ贅沢言わせてもらえるんだったら、年一度家族で旅行に行けるぐらいのね、それは千葉とかでいいです、まあ、民宿とかでもね、いいですよ、本当ね、年一度、ちょっとこう、まあ、こうバイキングのね、食べ放題スタイルみたいなところで、朝ごはん食べれるようなこう、千葉県の竜宮城だっけ、舛添さんがやらかしたところ。あそこがいいって神さんが言ってたんだよね。ジャンマーの話ですよね。年に一度そういうとこ行けるような、はい、まあ、安定した経営っていうかね、まあ、よくよく考えてみるとね、このお店立ち上げてからね、丸一日いや休んだなっていうのが年間通しても、まあ、片手で数えられるぐらいしかないんです、うん、まあ、まず今僕が目指してるのはここですね、はい、安定した経営と週一度のお休み、はい、年一の家族旅行、はい、これ別にハワイとか行きたいとかそういう話じゃないです、はいはい、そしてここですね、草レースの復帰、まずここを自分で頑張ってお仲間さんにサポートしてもらえたらここになるわけですよね。ただここある、あ、ここがないとここもないんですよ。やっぱりもうこれがあってのこれですよね。そうですね。でその流れでカフェワイズ、はい、これがね、カフェワイズっていうのがね、あれですよ、もういずれはね、もううちの嫁さんとか、狐娘協力してもらって、本当にもうリアルカフェワイズ、なんていうの、本当にこう仲間さん遊び来てもらった時に、お茶を振る舞いながら、例えばまあその時にステッカーとか T シャツなんかがあったら、そこで物販のことなんかもありの、本当にもうリアルカフェ、もう必要とあれば僕飲食飲料組合とかね、なんだっけ、飲食の保健衛生のとか資格取ってでも、ここでね商売ができるような、もうやってもいいぞぐらいのね準備してね、だなんていうの、狐娘さんに、カプチーノとかフラペチーノとかね、そんなん作ってもらって、今だったらもうちょっとこう、クレープなんかも焼いてもらって売り出してしまうともうね、あとはキャラメルマキアートとかね、もう店でリアルに販売してしまうみたいなところまで考えておりますけどね、一体それがどんな飲み物なのか僕には分かりませんけど、頼み方もよく分からないですけど、はい、もう本当ね、そんなリアルな、ね、ところね。でもカフェワイズといえばすごい、このままお仲間さんが集まってくれたし、そうですね、ああいった形で本当にぎやかに、ね、なってもらって、もう本当、
まあお店でなんだろうね、ああいったことで遊び来てもらって、まあ別に何か買って帰ってくださいよみたいなことじゃないけどさ、ああやって人が賑やかに来ることによってやっぱ店って活気づくというかね、なんかしんねえけどあそこいつも人なんかいるよなみたいなお店っていうのは結局ね、いろんな意味合いで賑わっていくと思いますんで、だからもうカフェワイズこれもうね、はい、ちょっと頑張っていきたいなというところがありますよね、はいはい、でまあバーワイズですよ、これ過去動画ですけどね、バーワイズ、まあだからこの動画がまずあって、ここへ来てますから今ね、この循環ですよ、はい、そうですね、おまんず目指すところここね、まあ今バーワイズこう動画で皆さんに助けていただきながら、いい方向に来てますんで、そうするとここが見えてくるのかなと、はい、そしてここが見えてくるのかなと、はい、そしてあの千葉の竜宮城が見えてくるのかなと、そしてお仲間さんにサポートしていただくことによってここが見えてくるのかなと、はい、草レースの木ですね。でその中でまたカフェワイズなんていうことになってきて、まあ、うちの家族総動員して、おもてなしの場を作る、はい、そこがまたこう賑やかになることによってこっちもまたバーワイズ動画の方にもまたフィードバックされていくとい う, こう好循環が生まれてくるといいんではないかなと、はい、そうですね、だからまあね、大げさな話じゃないです僕の野望なんていうのはもう本当はあの普通の話じゃないですか、まずここね安定したっけ、野望っていうのこれ週一度のお休み、年に一度の草あのあ草草レースじゃねえ、年に一度の草レースじゃねえ、千葉のあのね千葉のここはねだから自分で頑張んなきゃいけないところだと思うんですよ。であの必死こいてやった上でここに復帰でなんとかこう楽しくね、あのお仲間さんにも参加していただく、うん、俺はチームのオーナーなんだぜみたいに思っていただくためにもサポートしていただいて、うん、もう皆さんがチームの株主みたいな体制でレースに復帰していくみたいなね、はい、そしてカフェワイズ、バーワイズとこうこの循環をぐるぐるやっていって、ね、ちょっとずつちょっとずつ、はい、僕自身も潤っていけばいいなとは思ってますけどあとはもうお仲間さんが楽しんでもらえればね、それに越したことはないんですけどす、ね、はい、だからもうこういったことを考えておりますよ。どうですか僕の野望的なこれ、なんかカフェワイズなんか俺本当リアルにやりてんだけどな。カフェワイズそうですね、うん、もしなんだろうちょっとした焼き物とかとかさ、なんかさ、ね、まあでもそれがさ、まあもちろんカフェワイズなんて毎日営業してますじゃなくても、うん、イベント的なことでとか ね, ね、うん、月一でやりますみたいな、はい、カフェワイズみたいなのでもいいと思うし、だから本当キツネ娘の作るキャラメルマキアート850円864円、800円の消費税みたいな、ちょっとリアルなキツネ娘が焼くクレープ864円、うちのあのギリアニが焼くたこ焼き、まあ10個ぐらいで864円、ちょっとこう微妙にこう高えな、でもまあしょうがねえかなぐらいのまあやらしい話ばっかりしておりますけど、はい、まあこんなもんです僕の野望なんて、うんとね、まああんまりこうなんかね大それたことを考えてるわけではなく普通の生活がしたいだけなんです僕のねこの野望を、僕のこの行く道を阻むものがいるんだとすれば、僕はそことはしっかり戦っていこうと思いますよ。P さんも知ってると思いますけど、僕に喧嘩売るとろくなことありません。そうですね、はい、もうそれはもう世にも恐ろしいものを見させてやろうと思いますんで僕のこの行く手は阻まない方が良い、いやさ僕とは喧嘩しない方がいいいやいやいや僕と喧嘩したら大変ですよ本当、頼んでもないピザが毎日家に届くぜL サイズ2枚だぜLスンラージだぜしかもね味変えさせねえよ、マルゲリータ2枚だぜそしてコーラもつけちゃおうかな、うん、そんなこと嫌でしょ、うん、そんなことにならないように僕には喧嘩売らない方がいい、おまけにそんなの送りつけた挙句にね、その代金の支払いはもう俺が済ませておくぜワイルドだろそう、あ、そこか、なるほど、もはや何の話か分かりませんけど、はい、まあまあ僕が夢見てるみたいなことなんてこんな感じです、はい、あ面白そうだなと思ったらね、あそうそうだからこんな企画面白いじゃねえか頑張るよなんてねおっしゃっていただける方いたら、うん、今後のサポートの方もお願いしたいですし、そうですね、チャンネル登録なんかの方もお願いします、はい、で
これからターさんがやってくるライブ企画なんかね、はい、そうですね、もう一元さん、一元さんって言わないの、こういうのって初見さんとか言うんですか、あのコメントじゃんじゃんね入れて盛り上げていただけたらありがたいなと思っております。はい、はい、もう今日もしょうもない飲みの方が僕の野望にお付き合いいただきましてありがとうございました。この企画曇りなき眼で見届けありがとうございました。この頃ね、大丈夫、噛まない、噛まない、うん、言い慣れてきて